久保さん今回1にしましょうか。1。まあ,あのビジネスやっててね、あの結果が0でしたとかあるじゃないですか。まあ稼げませんとか。うん。でも、結果が出なかったっていう行動に1っていうのはつくんじゃないかなと思いますね。要は、売上っていうところにフォーカスしたら0かもしれない。でも、やったことに対しては1はつくと思うんですね。 まあこれ、エジソンのね言葉が有名ですけども、エジソンはなんかその1万回失敗してねみたいなね、うまくいかないなん,となんちゃらとかね言ってましたけど、僕も実際に昔その販売プロモーションやって、3日間ゼロっていうのがあるんですよ。ゼロ。で、この売り方じゃ売れないな、反応取れないなと思って全部レターとかあのオファーとか書き換えたんですよ。売る商品は一緒なんだけど、レター全部書き換えたんですね。 で価格も変えて、オファーも変えて、えー、レターの構成も変えて、全部変えてました。で、そしたら、まあ、なんだあ、70本か80本か、結構売れたんですけどね、結論。うん。だからまあ、まあ改善すればいいんじゃないかなと思いますね。だからそれを、今ゼロだったとしても、まあ、牛島君の言葉じゃないですけど、 やらないよりかマシっていう <laughs>。やればやったという1がつくわけですから。でもやらなかったら何も行動もゼロだし結果も0だしまあ全部0ですね <laughs>。全部0だったさすがに1作れないんじゃないですか。全部0で全部1は作れないですね。だからここは0だけどこっちは1行動すれば行動に対して1はつくので。 だからそのね昔話で言うならばあ,あ亀とウサギの対決がね、うん、ありますけども、まあ、確かにその亀はめちゃめちゃ遅いけどもそのスタートの位置からあのー、ちょっとずつ位置はあの移動してるわけですよね。が <laughs> やるにやるにるみたいなで気が付いたらゴールの位置に行ってるっていうね。そう だからすくなんか、久保さんがタウンページの話もしますけど、まあ、このなんか、これに気づくか気づかないかですかね、この、この1を価値があるのかないのかっていうところだと思いますよ。で、この、これが価値がないっていうんだったら、それはそれまでかなと思いますね。何もできないと思いますよ。うん、僕はここに価値はあると思いますよ。でも、この価値を生かすのを殺すのも、その後の作り方ですよね。どう改善して前に進んでいくのかっていう。 うん、だからそこさえしっかりしてればねあの結果は出ると思いますしでもこそこをやってなかったら結果出ないだろうし、うん、まあ一番良くないのがやっぱどうせ無理だろうって諦めることじゃないですか <laughs> まあ諦めたら本当に無理なんで、うん、まあ時と場合時と場合によってこれは諦めるけどその意識ですよねこうなりたいっていう意識も諦めちゃったらそれは何も無理ですよ うんまあ、人に会う会わないとかねいろいろあると思いますしなんかいろいろあるんだけども、まあ、意,識意識すらもう諦めちゃったらもうそれはだからまあ松下幸之助さんで言うならば思わなければ何も始まらないっていうおも思,い思うことすらもう諦めてるそれは無理ですねうんだ局地局地は諦めることもね ドラクエのゲームで言うならば、戦う、防御する、逃げるみたいなのありますけど、諦めたり逃げたりしても、意思、意志さえあれば、思いさえあれば、まあ、成就するんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、あとその思いの強さ、意思の強さっていうところはありますけどね。うん。その意思が弱いんだったら、うん、ダメでしょうね。うん。いってらっしゃい。